高温県駅は、太陽国東北部高温県県、無安高温県群にある、大国有鉄道東北線、北線の駅である。高温県駅は、太陽国東北部高温県県の県庁所在地であり、人口40万人が暮らす、無安高温県群にある。町の中心部に位置するため、利便性が良い。駅の正面側が、市街地である。 バンコクから 449.75km 地点に位置し、急行列車利用で7時間15分程度である。1日に14本の列車が発着し、うち1往復は当駅が始発、終着である。また一等駅であり、全列車が停車する。なお当駅を含む東北本線、北線部には特急列車の運用はない。港内には石油基地がありそのための側線がある。 またかつて蒸気機関車時代に使用されていた機関庫及び転車台が現在でも残っている。対最初の官営鉄道であるクルンテープ駅やユタヤ駅間が1897年3月26日に開業した。その後当初計画のナコンダチャシーマ駅まで完成すると北本線、南本線の工事が始まりしばらく東北線の動きはなかった。北本線、 南本線の完成後、東北線をウボンラーチャッターニーまで延長することになり1930年4月1日に完成した。その後ようやくウドウォンターニー方面への工事が開始され、1934年4月1日に当駅までの完成を見た。完成当初は終着駅であったが、7年後の1941年6月24日に、 宇道ウ,ウオンターニー駅まで延長工事が完成したことにより中間駅となった。地上駅時代の高温県駅構内2019年により供用開始した高架新駅は島式に面4線ホームを備える。国立高温県大学を手始めに学園都市と呼べるほど学校の数が多いため学生向けの商店が多い。大国鉄4000キロの旅 P388 王国の鉄路大鉄道の歴史 P25 王国の鉄路大鉄道の歴史 P202 から203台東北根県駅が拡張高架化伏線化工事の一環ニュースクリップ2019年6月28日閲覧大国鉄駅改築でプラットフォームと上高口,口の段差60センチニュースクリップ2019年6月28日 閲覧、ありがとうございます。